サッカーにはパスセンス、ドリブルテクニック、フィジカル、高さなど様々な武器を持った選手が存在します。その中でも分かりやすく相手にとって脅威となるのがスピードです。サッカーにはオフサイドというルールがあるとはいえ、スピードのある選手に裏に抜けられた場合、相当スピードのあるディフェンダーでないと追いつくのは困難です。またディフェンダーからすると低い位置でボールを奪われると大ピンチを迎えるので、素早いプレッシングで常にワンチャンスを狙ってくるスピードタイプの選手はかなり嫌な存在でしょう。日本は海外の選手に比べると体格で劣る分、アジリティやスタミナといった走ることに関する部分の能力は高いというデータもあります。そこで今回は脳筋だがロマンのある男たち6選を紹介します。もちろんみんな大好きあの選手も登場します。ぜひ最後までご覧ください。まずはトレードマークの挑発を振り乱しながら駆け回る姿や、爆発的なスピードを持つ一方で足元の技術はそこまで高くないということから、野人の愛称を持つ岡野正幸を紹介します。岡野が日本代表で活躍していたのは1995年から1999年、鴨州や岡田武史が監督を務めていた時代です。そのため最近サッカーを見始めた人にとっては馴染みがないかもしれませんが、日本サッカー史に大きなインパクトを残した人物なので、ぜひ覚えていってください。岡野はサッカー部がない松江日本大学高等学校に入学しますが、岡野が中心となって一からサッカー部を作り上げ、最高で島根県3位に入るほどの成績を残しました。そして高校卒業後は日本大学に入学。高校時代は全寮制、男子校、厳しい校則など禁欲的な生活を強いられていた反動から、サッカーサークルに入って楽しい学校生活を送ろうという考えもあったそうです。しかし体育会サッカー部2名募集、入部テスト実施のポスターを見て一念発起。入部当初は雑用のような扱いでしたが、徐々に頭角を現します。そのきっかけとなったのが、ある日陸上部の選手とトレーニングをした時のこと。岡野はごついバスケットシューズというランニングには向かない靴を履いた状態で、100メートル走で専用スパイクを履いた陸上部を上回る 10.7 秒のタイムを叩き出します。それまでは前線へパスを供給するミッドフィルダー的なプレースタイルでしたが、自分で蹴ったボールに自分で追いついた方が楽という画期的な事実に気づき、スピードを前面に出すスタイルを確立。岡野といえば腕をぶん回す独特なフォームで走りますが、これは腕を相手に引っ掛けることで前進するためというまさかのちゃんとした理由でした。陸上であれば相手との接触はないので綺麗なフォームで走るべきですが、サッカーは相手との接触の中で前に出ることが必要です。岡野が相手に体をぶつけられた際になぜかニュニュッと前に出られるのは、この推進力が理由でした。大学時代は夜は居酒屋でアルバイトをしながら練習し、1993年の筑波大学戦では試合があるのを忘れて朝まで飲んでいたにもかかわらず、5人抜きのゴールを含む2得点を挙げて勝利。徹底的に自己管理することで高いパフォーマンスを発揮する一方、岡野のように適当ではあるものの、日常からハードな生活スタイルを送ることで高いフィジカル能力を発揮する選手もいるのはサッカーの面白いところです。これらの活躍が認められ、日大を3年で中退して浦和レッズに加入。加入2年目には日本代表にも選出されます。そして岡野を一躍有名にしたのがジョホールバルの歓喜です。日本は悲願のワールドカップ初出場をかけてアジア第3代表決定戦でイランと戦いますが、90分を終えた時点で試合は2対2、試合はゴールデンゴール方式の延長戦に進みます。そしてこのタイミングで前線の切り札として投入されたのが野人岡野。岡野は自慢のスピードを生かして中田からのスルーパスに何度も抜け出しますが、1対1を外し、謎に中田にパスしてブチギレられ、挙句の果てに宇宙開発と散々なパフォーマンス。これで負けたら戦犯と言われても仕方ない状況でしたが、後半に中田のミドルシュートのこぼれ球を岡野が押し込んで決勝点。岡野は得点後、なぜか相手ベンチに向かって走ろうとするほど頭が真っ白になっていたそうです。フランスワールドカップではクロアチア戦の後半16分から出場すると、ゴールには絡めなかったものの、前線からのプレスで異次元のスピードを発揮。今見ても速すぎてじわります。これ以外にも浦和在籍時の伝説の一人スルーパスなど、岡野らしい珍プレー神プレーはいっぱいあるので、興味がある方はぜひ一度見てみてください。続いては現在名古屋グランパスに所属するフォワード永井健介。永井は3歳でブラジルに移住、当時は裸足でストリートサッカーをしており、ポルトガル語も喋れたそうです。その後8歳で日本に帰国すると、地元の小中学校を卒業後、名門九州国際大附属高校に入学。入学時は小柄だったものの、在学中に急に背が伸びたことでスピードが覚醒。3年時には
全国高校サッカー選手権に出場し2ゴールを記録します。高校卒業後は福岡大学に入学。爆発的な初速の速さが評価され、1年時から背番号10をつけ主力としてプレー。在学中にはアビスパ福岡やヴィッセル神戸の特別指定選手にも選ばれました。そして4年時となる2010年には10以上の J リーグクラブが長屋の獲得に動き、同年末に名古屋グランパス入団を決定。加入1年目にはスタメンではなくスーパーサブとしての起用が多かったですが、2年目にはスタメン出場を続けてチーム最多となるシーズン10ゴールを記録。同時期にはロンドン五輪のメンバーにも選ばれ、エースとしてチームを牽引しました。その後ベルギーのスタンダードリエージュに移籍しますが、現地に適応するため筋力トレーニングを続ける中で長所のスピードを失ってしまい、出場機会を失って名古屋に復帰。復帰直後はベルギーで崩していたフィジカルに悩まされますが、翌シーズンからは再度スピードを生かしたプレーで攻守に貢献。以降は J リーグ屈指のスピードスターとして活躍を続けています。 A 代表では通算12試合しか出場しておらず、普段 J リーグを見ない人にとっては少し印象が薄いかもしれません。しかし U23 日本代表としては31試合に出場して13ゴールを記録する活躍を残しており、特に2012年に行われたロンドン五輪でのパフォーマンスは素晴らしかったです。グループステージ第2節のモロッコ戦では前半からモロッコのフィジカルに苦しめられながらも0対0で試合を折り返します。後半から日本も反撃に出ますが、63分の清武のシュートは惜しくもクロスバー、70分の大津のシュートもゴールキーパーのファインセーブに阻まれます。78分には永井の絶妙なパスから山口がシュートを放ちますが、これもバーの上。決めきれない苦しい時間が続きます。試合が動いたのは84分、清武が最前線の永井めがけて浮き球のスルーパス。清武もプレッシャーをかけられる中でのパスだったので質は高いとは言えませんし、永井も裏を狙っていたタイミングではなかったので相手の方がボールに近い位置にいます。しかし永井はここからスピードで相手ディフェンダーをぶち抜き、飛び出してきたゴールキーパーより先にボールに触れて見事なループシュート。こんなゴールは永井にしか決められません。さらに準々決勝のエジプト戦では14分、右サイドから清武がディフェンダーとゴールキーパーの間を狙ったクロスを入れます。これに反応した永井がスピードを生かして飛び出してきたゴールキーパーとディフェンダーを置き去りにし、無人のゴールへシュートを流し込んで先制。永井のスピードがなければディフェンダーがゴールキーパーに先に触れられていたと思います。本当に早すぎです。ベルギー移籍が失敗に終わって日本代表での出場数も少なめですが、 J リーグではまだまだ存在感を放っているので、ぜひ一度スタジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか。続いてのスピモンは2022シーズンの J1 王者横浜 F マリノスに所属する宮市亮。宮市は小学生時代から地元のクラブチームに所属し、その後も愛知県トレセンに選ばれるなど順調にステップアップ。中学2年時には U14 日本代表、3年時には U15 日本代表に選出。当時は今のようにスピードを生かしたドリブルでの仕掛けを武器とするアタッカーではなく、豊富な運動量で大外のレーンを上下動するサイドバックでした。そして中学卒業後は愛知県の名門中京大附属中京高校に進学。ちなみに中京大附属中京高校はYouTuber サッカーチームウィナーズに所属しており、本人は久保のモノマネをしているが、どちらかというと上田直道に激似なウンパルンパさんの出身校でもあります。宮市は高校入学後は現在の左ウィングを主戦場とするアタッカーにプレースタイルを変え、1年時からレギュラーを獲得。2年時には宇佐美貴史らと共に U17 ワールドカップにも出場し、高校サッカー選手権では大会優秀選手賞を受賞。ちなみにこの時青森山田高校に在学していた柴崎岳も優秀選手賞を受賞しています。3年時のキャプテンとして高校サッカー選手権に出場し、初戦敗退に終わるも1ゴール1アシストを記録して2年連続の大会優秀選手賞を受賞。今後の日本代表を背負う2人のスターが現れたと思いましたが、その後のキャリアは大きく異なります。柴崎は高校卒業後は鹿島アントラーズに入団し、クラブワールドカップでレアルマドリードに2得点を決めてスペインのテネリフェに移籍。スペインでは少し苦戦も見られますが、2018年のロシアワールドカップの際には日本の心臓として素晴らしい活躍を披露し、カタールワールドカップのメンバーにも選出されました。一方宮市は高校卒業後いきなり海を渡り、プレミアリーグの強豪アーセナルと5年契約。就労ビザの関係でオランダのフェイエノルトに期限付き移籍となりますが、そこで高いパフォーマンスを発揮。翌シーズンにはアーセナルに復帰しますが、怪我の影響で出場機会が得られず、ボルトンに期限付き移籍。ボルトンでは稲本潤一の記録を更新する日本人最小となる
19歳11ヶ月28日でプレミアリーグデビューを果たし、爆発的なスピードを武器にチャンスを作ります。特に左サイド低い位置から縦に仕掛け、カバーの選手もぶち抜いてのクロスは宮市のスピードを物語る伝説的なプレーの一つです。しかも身体強度の高いプレミアリーグでこのスピード感早すぎます。その後は右肩の負傷もあって、同じくプレミアのウィーガンを経てアーセナルに復帰し、チャンピオンズリーグデビューも果たしますが、ハムストリングを負傷して戦線離脱。その後はオランダのトゥエンティに移籍し、2015年にはアーセナルとの契約が解除されて、ブンデス2部のザンクトパフリに移籍。出場時は高いパフォーマンスを発揮したものの、怪我の影響で出場機会は少なめでした。そして2021年には横浜 F マリノスに移籍。2022年にはチームのスタイルにも慣れて出場機会を増やします。さらに E1 選手権で約10年ぶりに日本代表にも選出され、香港戦で3563日ぶりに代表戦出場。しかし韓国戦で後半戦に負傷交代。右膝前十字靭帯断裂と診断され、全治8ヶ月と発表されました。高校時代までは柴崎と共に日本トップレベルで期待されていましたし、身体能力も高かったので、怪我さえなければどこまでいけたのでしょうか。仕方ないとはいえ辛すぎますね。ちなみに宮市は 100m を 10.6 秒で走る快速の持ち主。岡野はバスケットシューズを履いていたので何とも言えませんが、一応野人岡野より 0.1 秒速く走ることができます。もっと日本代表で活躍する姿を見たかったですね。続いてのスピモンは、その圧倒的なスピードからジャガーの愛称を持つ浅野拓磨。浅野は7人兄弟の三男であり、兄弟の影響で幼い頃にサッカーを始めます。中学時代は八風中学校サッカー部に所属。県内ではそこそこ実力のあるチームでしたが、全国的には全くの無名でした。中学卒業後は家庭の経済環境も考えてサッカーを続けるつもりでしたが、サッカー部の顧問が浅野の実力を高く評価し、両親を熱心に説得したことで名門四日市中央工業高校に進学します。浅野は1年時から A チームに絡み、2年時にはレギュラーを獲得。高校選手権では3年連続出場を果たし、特に2年時に出場した第90回大会では史上4人目となる、初戦から決勝まで全試合得点を挙げ大会得点王となりました。この活躍から高校卒業の際には多数の J クラブが浅野の獲得に乗り出し、2013年にサンフレッチェ広島に入団。この時サンフレッチェ広島の監督を務めていたのが現日本代表監督森保一です。カタールワールドカップの際、怪我で状態が怪しい浅野が大迫や原口といった選手を退けてメンバーに招集された際、森保の愛人枠などの批判が殺到したのはこのためです。しかしドイツ戦でとんでもない活躍をしたので、結果的に招集は正解でした。話を戻すと、浅野が広島に加入した2013シーズンは広島はリーグ優勝を果たすも、浅野はリーグ戦1試合しか出場していません。翌年の2014シーズンは11試合に出場しますが、ゴールはゼロで、チームも8位とパッとしない成績でした。そんな浅野に転機が訪れたのは2015シーズン。森保監督はカタールワールドカップでも採用した 3-4-2-1 のシステムを基本に、攻撃時には 4-1-2-3、守備時には 5-4-1 に変化する可変システムを採用。攻撃時は縦に急がず、ゴールキーパーとフォーバックとワンボランチでゆっくりボールを保持します。そして相手が食いついてきた瞬間に前線5人にボールを入れるというスタイル。また守備時には高い位置からプレッシングを行わず、引いて守備を固めます。この戦術、確かに守備は安定しそうですが、攻撃力に欠けるように見えます。しかし、リーグ優勝には勝ち点3を積み重ねる必要があります。それを解決したのがスーパーサブ、浅野拓磨。相手の足が止まってきたタイミングで、ワントップの佐藤久人に変えて、ジャガーを投入。50メートルを 5.9 秒で走る自慢のスピードを生かして裏に抜け出し、相手にとどめを刺す役割でした。シーズンを通して32試合に出場しますが、そのうち30試合が途中出場。にもかかわらず、年間8ゴールを決めてベストヤングプレイヤー賞も受賞。2016年に行われた U23 アジア選手権の韓国戦。0対2で迎えた66分。浅野は裏に抜け出してワンタッチでゴールを奪うと、その1分後に矢島のゴールで同点に追いつきます。そして80分、絶妙な体の使い方で前を向いて裏に抜け出すと、ゴールキーパーとの1対1を冷静に沈めて逆転。裏抜けからのフィニッシュ、浅野の強みが詰まった2ゴールです。2016年からはドイツのシュツットガルトやハノーファー、セルビアのパルチザンとクラブを渡り歩き、パルチザン2年目の 2020-21 シーズンにはセルビアリーグ2位となる18ゴールを記録します。これらの活躍もあり、怪我明けにもかかわらず、カタールワールドカップのメンバー入りを果たします。そして初戦のドイツ戦でも、広島時代同様、
後半から途中出場を果たすと、板倉のパスに10年に一度の神トラップで前を向くと、後方から追ってきたシュローターベックを左手でうまく抑えながらボールを運び、ノイアーのニアをぶち抜く強烈なシュート。これが決勝点となり、日本はドイツに劇的な逆転勝利を果たします。まさにスーパーサブですね。しかしそんなスピードスター浅野でも、ドイツ代表ディフェンダーリュデガーには、もも上げニコニコ煽りダッシュで余裕を見せられています。リュデガーも相当なスピモンですね。稲妻純也でおなじみ伊藤純也も、日本代表が誇るスピードモンスターです。ちなみに稲妻純也という愛称は、2022年1月に、松木さんと伊藤純也がリモートで対談した際、松木さんが愛称の候補として、チーター伊藤、ゴールデンパンサー伊藤、稲妻純也という何とも言い難い三択を提示。これに対し伊藤が、稲妻という響きは好きですね、と答えたことから稲妻純也に決定し、以降代表戦の実況で松木さんが、稲妻純也を連呼したことでその名が定着しました。伊藤は大学までは無名の選手であり、年代別代表の経験もない遅咲きの選手です。中学校入学前に横浜 F マリノスジュニアユースの入団テストを受けたが不合格となり、中学時代は横須賀シーガルズジュニアユースでプレーしました。ちなみにこの時、日本代表のデュエルを分け、遠藤航も落選しています。中学卒業後はネプチューンホリケンの出身校でもある神奈川県立図陽高校に入学してサッカー部に入部しますが、高校時代は目立った成績を残せず、当然選手権の出場経験などもありません。さらに伊藤は大学でもサッカーを続けるつもりでしたが、上下関係が厳しいのは嫌、家から近い方が楽という理由で強豪校を避け神奈川大学に進学。大学入学時には全くの無名選手でしたが、1年時に流通経済大学とのリーグ戦に初出場した際、現在サンフレッチェ広島で活躍する佐々木翔狙いで試合を偵察していたバンフォーレ甲府のスカウトが伊藤のスピードに圧倒され、以降は伊藤をマーク。この時のスカウトは全然うまくないんですよ。今でこそゴールライン深くまでドリブルでえぐり、高速クロスを上げますが、大学時代はそのままタッチラインに出てしまい、相手のゴールキックになるシーンも多かったです。ただ、そうした下手さは治るんですが、どんなにトレーニングをしても足は速くなりませんから、と圧倒的なスピードを高く評価。3年時には関東大学サッカー2部リーグで20試合17得点を記録し、得点王とベストイレブンを受賞。さらに翌年には10得点12アシストを記録。スピードを生かしたドリブルからのシュートやクロスで得点に絡んでいました。そしてこれらの活躍が評価され、ヴァンフォーレ甲府への入団が確定。1年目からリーグ戦30試合に出場し4得点を記録します。翌シーズンは柏レイソルに移籍し、リーグ戦7得点を記録。その翌年には清水エスパルス戦での 70m 独走ゴールを含む6得点を記録し、 J リーグ優秀選手賞を受賞し、日本代表にも初選出。2019年にはベルギーのヘンクに移籍し、2019-20 シーズンには公式戦37試合に出場して6ゴール9アシスト。2020-21 シーズンには公式戦42試合に出場して12ゴール16アシストを記録します。これらの活躍もあり、日本代表ではカタールワールドカップアジア最終予選で堂安律から右サイドのスタメンを奪うと、4ゴール2アシスト 1PK 獲得と日本のエースとして大活躍。特にサウジアラビア戦では自陣からのスルーパスに抜群のスピードで追いついて、南野の先制点をアシストすると、スーパーボレーでダメ押しの追加点。カタールワールドカップでは、ウィングバックの起用も多かったものの、抜群の走力で攻守に貢献。特に、スペイン戦での堂安の先制ゴールのきっかけとなった飛び出しは、伊藤のスピードの賜物でしょう。現在は、リーグワンのランスでネイマールを吹っ飛ばすような活躍を続けています。強豪校でも J ユース出身でもなく、大学時点で技術的にも荒が目立つ伊藤が、日本代表級の選手にまでなれたのは、他の選手とは一線を画すスピードがあったからでしょう。スピードしか武器がないという中高生の方々は、ぜひそのスピードを生かしたプレーを極めてみてはいかがでしょうか。お待たせいたしました。最後のスピモンはやはりこの人。日本代表の爆速プレッシング老け顔アンパンマン BPFA こと前田大自然です。ちなみに自分が勝手にそう呼んでるだけです。前田は大阪出身ですが、2010年の全国高校サッカー選手権で優勝した山梨学院大学附属高校に憧れ、中学卒業後に地元を飛び出して山梨学園高校に入学。しかし高校1年時にチームメイトの一人と同級生に行っていたいじりが徐々にエスカレートし、いじめに近い状態まで発展。これが原因で前田ともう一人のチームメイトはサッカー部を除籍。サッカーを続けたいなら転校するように言い渡されますが、前田は学校に残ることを決意。前田は当時を振り返って、その時は期限もわからなかったので、学校に残ってもサッカー部に復帰できるかはわかりませんでした。
サッカーは好きやったし、サッカーをやめようとは思わなかった。でも転校するなら地元に戻るみたいになっていて、それだとせっかく親元から離れたのに1年で帰るみたいになるのが嫌だったんですかね、と語っています。サッカー部の寮には住めなくなったので、近くのアパートで一人暮らしを始め、チームの練習にも参加できないので山で走り込みを行い、清掃などで学校生活にも貢献。この姿勢が認められ、半年後にはサッカー部復帰とはいきませんでしたが、監督から地元の社会人チームの練習に参加させてもらえるようになります。また監督の紹介で夜遊び防止と生活費の捻出を兼ねて、早朝にパン屋でアルバイトも行っていたそうです。顔が丸いことやゴールパフォーマンスで娘の好きなアンパンマンのキャラクターのモノマネを披露することから、老け顔アンパンマンと呼んでいましたが、実は本当にパン屋だった時期もあったのは驚きです。そして心を入れ替えた前田は1年後にチームに復帰すると、プリンスリーグ関東で12ゴールを挙げて得点王に輝きます。高校2年生の間1年間チームを離れていたというのに、復帰後すぐにこの活躍はすごすぎます。自主的に相当ハードなトレーニングを積んでいたのでしょう。ちなみに高校時代は前線からの鋭いプレッシングと、相手選手に気づかれない絶妙なステップで間合いを詰める様子からプリウスと呼ばれていたそうです。高校卒業後は J2 松本山雅に入団し、水戸ホーリーホック、ポルトガルのマリティマを経て、2020年に横浜 F マリノスに加入すると、翌年の2021シーズンには大爆発、リーグ戦23ゴールを記録し得点王を受賞。特に第2節広島戦の1点目や第5節徳島戦、第21節柏戦でのゴールは、前線からのプレスでボールを奪ってからの独走ゴール、まさにプレッシングの鬼です。同時期に東京五輪のメンバーにも選出され、あまりの老け顔にオーバーエイジ枠ではないかと疑いをかけられたものの、フランス戦では1ゴールを記録。これらの活躍もあり、カタールワールドカップのメンバーに選出されると、前線からの積極的なプレッシングで日本のグループステージ通過に貢献。スペイン戦では連動したプレスで堂安の先制点のきっかけを作り、62分で62回のスプリントを記録。クロアチア戦では先制点を挙げ、64分間の出場でスペイン戦を上回る68回のスプリントを記録。前田は極限まで空気抵抗を減らすことで50メートルを 5.8 秒で走り、さらに試合を通して何本もスプリントを繰り返すスタミナまで持ち合わせています。2021シーズンの J1 全試合における1試合のスプリント回数のランキングを見ると、トップ20のうちなんと16回が前田大然、出現率は驚異の 80% です。現在スコットランドのセルティックで得点ランキング13位の6ゴールを記録していますし、不敬法のため年齢を勘違いされていたことが判明し、市場価値も跳ね上がっています。嘘と思うかもしれませんが、まだ25歳なのでまだまだ伸びしろはあります。4年後に向けてステップアップしてほしいですね。余談ですが、大前のウィキペディアを見ると、内閣総理大臣官邸でスーツ姿で撮られた写真が使われているため、一瞬大前が総理大臣かと勘違いするトリックが使われているので注意してください。今回は日本代表のスピードモンスター6選を紹介しました。スピードタイプの選手は一人でゴールを狙うプレーも可能ですし、強豪相手にも一発のカウンターや前線からの守備で得点を決められる可能性を秘めているロマンの塊です。実際スペイン戦の堂安の先制弾も、大然や三笘、伊藤といったスピードのある選手が連動してプレスをかけたことで生まれた得点です。ちなみに浅野にニコニコ桃上げ煽りダッシュをかましたリュディガーは、2020-21 シーズンにプレミア最速の時速 36.7 キロを記録しましたが、大然の最高速はなんと 36.9 キロ。大然、リュディガー、浅野というスピモン格付けが完了しました。彼らの今後の活躍に期待ですね。頑張れスピモン。